て、今日もね、元気に行きましょう。熱い戦いがありますね、今日も。毎週スパーリングはね、1日だけしかやってないんですけどね、もう気が抜けないですよ、これ。やっぱりこのウェイトトレーニングとかね、ランニングとか、まあそういう全身を鍛えるものはやってるんですけども、スパーリングはもう全然違いますね。戦いですよ、戦い。もうずーっと小さい頃からやってるから、まあ、この戦うというのはもう染みついちゃってますね。昔はね、ちっちゃい頃は大きい人とか通ってくると、ああこの人に殴りかけられたらどうしようなんてね、負けちゃうなと思ってたんですけど、そういう怖さがね、いつしかなくなっちゃうっていうのもね、怖いですよね。まあ何持ってっかも分かんないですからね。ということでね、今日はですね、まあ、いつも山宮さんとか、もう昔のメンバーですね、ゴロ君とかね、みんなでやります若手と。そしてボビーオロコンは来るのでしょうか。もう辛いですよ、重いんでね。そんな感じで頑張って、今日も一日、1週間に1回の緊張の日、練習頑張っていきます。スパーリングデーです。どうもどうも、ありがとうございます。お、昔の、おー、いいね。いや、弁慶土曜日にちょっと、あ、弁慶、これ10万円、え、これが今さ、うん、あ、そうなの。うーん、すごいね。おー、おー、全然、なくなっちゃったけど、マジで練習してたの軽まりですか。あー、これ結構なハードな練習だね。すごいな。何年前？2014年の秋。9年前だ。9年前だけど最近だな。早いな、ダメージが。もう終わりだな。
そうですよね。いや、近況ね、また教えてもらいたいんですけどね。近況ですか、試合とかはまだ予定はないですね。昔のあのタンクラさんのメンバーはありますか？中の人いないですか？仲のいい、っていう感じじゃないですよ。一応みんな先輩とかになるんで。あ、ほとんど先輩。先輩みんな後輩なんで、要するに中間のそのなんですかね、いないんですけど。今ちょっとあれですね、その20代30代のね、激戦がちょっとこうゆったりして、ね、まあ、ジムもやってて、湘南で、そうですね、どうですかね、あの、まあ、そのあの緊張感の緊張感で結構きついんで、まあ、それが終わって今ちょっとホッとしてる感じか、でもあの連戦に戻りたいのか何なのかっていうと、今じゃ楽しくないのか楽しいのかっていうと、どういう感じですかね、この停戦や。もう状態がなるべくしなって思ってるので、そんなに戻りたいとかないですし、とかそこそこ住みたいとかもないですし、これ、まあ、これはこうですもんね。これが自然の流れだと思います、ね、なんかブッダみたいな生き方です。今を生きるみたいなね。ちょうどそう、ジムもちょうど今月で70年迎えましたけど、まあ、ちっちゃい家なんで、まあ、無事に平和なんで、まあ、ドライスとかそれこそグラバーにして、グラバーさんにそのジムのやり方を学ばせてもらって、それを真似してる感じですよ。いい。そういう感覚もなかったんですよね、自分的にはね。今まではそのファンクラスのジムとか、ファンクラスの会社が運営してて、僕らはその、まあ、従来選手のスタッフって感じですけど、だけど、グラバーさんにした時に、グラバーさんの個人で、あくまでも個人でオファーっていう運営してる、ジムだったんです。個人でやるっていうのはこういう感じなんだ。そうですね、会社としてやってるから、僕らは違うでしょうけど、やっぱいろいろ、来たことで覚えたことがいっぱいあるので、これを真似して学ばせてもらいましたので、まあ、途中からボールが来て入団はしてるけど、ちょっと他のところで練習もかなり行ってたりしたり、まあ、ジム立てたりとか、ちょっとそういう意味では湘南選手だけど、ちょっと若干動きが勝手にやらなきゃいけないみたいな感じだったんですね。他の選手が見たらなんか、そうですね、あんまりね、入団会見したじゃないですか。ある程度、まあ、当時若手だったんで、はい、まあ、その試合でも様子見てましたけど、はいはい、まあ、もちろん自分が活動状況は雑誌とかで、はいはい、当時把握してたんで、山田学さんと練習してるって感じで流れて、その方が入団をするらしいっていうのを山田さんが聞いてましたので、はい、だからやっぱりですね、僕らはみんなも死んでしか入ってるから、同じ教育を受けたり、はい、同じ方向を受けたり、はい、いつもこの入ってきた時に、はい、やっぱりその違う考えというか、違う環境があるじゃないですか、りんごがいっぱいある中に、みかん1個入ってるから、そうですよね、うん、でも山田さんはやっぱりいたし、その前に、須藤元気なんかも変な変わった、ちょうど変わる時の感じの。ファンクラスではありましたよね。そう、時間があるのも嬉しいでやるやらないで、おそらくちょっと離れてやろうっていう空気があったんで、ちょっとでも山田さんが行った時のようないう感じじゃなかったんですかね、僕はね。いや、ちょっと違います。ちょっと違うんだよね、完全どっぷりって感じじゃないですよね。前も話しましたけど、いきなり我々はこう、まあ、ある意味ね、子供の頃やってるから急に何か落ちたりとか、ああみたいな、びっくりみたいなのはないですよね。だから全身を着てるじゃないですか、はい、走ってますよ。トレーニングセンターでは、はいはい、ランニングマシンとかやりますし、あ、やっぱやってるんだ。何か走るし、ああやっぱその時にできることをやってるから、ランニング、腹筋、前も首やってましたけど、はい、ウェイトリング全箇所でしょ、だからスパーリングじゃないですか、はい、試合の時のような頻度じゃないけど、やっぱやってるんですよね、はい、これを一般の人にもいつも言ってるんですけど、いや走ってますとか、そういうのはいっぱいいるんですよ、なんかやってます。でもこれ例えばこう各部位を鍛えるってことをやってないと、全部の神経筋肉がですね、ちょっとずつ落ちていくじゃないですか。なんでみんなこれやらないのかなって、俺本当にね、いつもね、例えばふくらはぎも鍛えないし、心拍数も上げなきゃいけないし、胸も鍛える、背中も鍛える、全部やらないと、走ってますって言ったらもう落ちるところいっぱいあるし、結構少ないですね、それやってる人っていうのはね、健康のためにね、はい、やった方がいいと思うんですよ。あれは年取ってくるから、はい、どんどん劣化するじゃないですか。これをね、もうちょっと一般の人にね、浸透させたいんですよね。いや、結局は
そう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 。全ては筋肉さえあればスパーリング久々に混ざっても、まあまあ、だいぶきついですけど、まあ、慣れてはきますよね。筋肉落としたら終わりじゃないですか。そうだからいつも思うのはまずトレーニング、すべてのトレーニング、走る、心拍数、筋力で初めてスパーリングができる、うん、でそれで初めて試合ができるっていう、そういうふうに思ってるんですよね。やっぱ続けていかないと、もう落ちるだけなんで、もうまさかね、こんな長くやることなかったりしますよね。こういうのをちょっと抑えていきたいなってのはあるんですけど、まあ、そう考えるとウィールバディトレーニングだけでもいいけど、まあ、そこに心拍数も加えたり戦いを加えたりは、いや格闘技はね、いいですね。人生のライフワークでしたね。何よりも楽しいです。なるほど、はい、そこへ近くで楽しいのか俺もだからできるんです。残念だけど、ご会員さんもみんなそうですよ。なるほどね。とりあえず切るんですね。あと10秒、あと10秒。そらそっか。頑張れ。ありがとうございました。締め方は分かる。いやー、よろしくです。また練習をね、ずっとやってますから、いつまでやるのか、いつかは終わるんだろうな。死ぬわけです。マジっすか。マジっすか。